どうも、アーガメナキトです。今回もメタルギアサバイブやっていきたいと思います。現在チャプター7まで進んでいますね。チャプター7まで進んでいます。では、この次はここに向かわなければなりません。ワームホールを採掘、違いますね。ワームホール採掘機を検知しているので、これを回収しに行きます。では、まずこのワームホール転送装置2の方へ参りましょう。なお、裏作業によってこの食料と水がかなりの量を確保できておりますので、ご安心ください。シンプルなんだこれ。今回の探索の成果は機械への大きな一歩になります。やった。それではベースキャンプへ帰還してください。活性化したエネルギー、敵が引き寄せられてきました。再起動完了まで応援してください。もあるんですよね。これは厳しいです。
じゃがいも畑に引き渡しできました。ありがとうございました。採掘機の機能が全て正常な状態にあることを確認しました。機関用ワームホールの生成も可能です。はい、これでようやくこの薄気味悪い世界ともおさらばか。ねえリーブ、本当に私たちここで帰っていいのかしら。なんだと？どういう意味だ？この世界に流れ着く人はきっと他にもたくさんいるはずよ。なるほど。いつでも帰れる用意はできたのでしょ。だったら帰るのはキャプテンと一緒に、一人でも多くの漂流者を助けてからでも遅くないんじゃ。おい、俺は慈善事業をやるつもりはない。まあ確かにそれも言えて、共通の目的がある間は協力する。だがそれが済めばもう俺がこいつといる義理も理由もない。それくらいはわかるだろう。そんな言い方。漂流者の救出は私とキャプテンだけでも十分に可能です。どうぞ気兼ねなくご帰還ください。めっちゃ言うやん。はい、今回はチャプター8を終わらしたところで、チャプター8を終わらした、チャプター7を終わらしたとこかな、で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。それではまた次回。